配線用遮断器、配線用遮断器、配線用遮断器、MCCB、MCB、ブレーカーとも言うとは、過負荷や短絡などの要因で二次側の回路、負荷、電路二異常な過電流が流れた時に電路を解放し、一次側からの電源供給を遮断することにより、負荷回路や電線を損傷から保護するために用いる、過電流遮断器の一種である。規格は、 j i s c 8 2 1 1 2 0千4住宅及び類似設備用配線用遮断機に定められており、電気設備の技術基準の解釈に呼び込まれている。NFB と呼ばれたこともあるが、これは三菱電機の商品名であり、一般的ではない。また、中国地方では、年配者を中心に、テンパール、広島市に所在する、ブレーカーの製造会社名からと呼ばれることがある。 外角は合成樹脂の箱で覆われている。前面に手動で電源を入り切りするハンドルがついており上に、上げると ON、下に下げると OF となる。過電流等により遮断動作をした場合、この動作をトリップという、一般にハンドルは ON と OF の中間の位置で止まるが、一部のブレーカーはトリップ時に OF の位置で止まる。通常は電流の大きさに応じて、 遮断に要する時間が変化する。上面と下面には電線を接続するタムシがついており、通常は上に電源、下に負荷を接続する。内部には引き外し機構、証拠装置が組み込まれており遮断時に発生するアークを証拠する。分電盤の分岐ブレーカー等に用いられる小型のブレーカーである。対地電圧が以下の場合に使用できる極 その他の場合に使用する2極に阻止がある。炭素3線式での中性線結晶を検出し、異常電圧による 100V 機器の焦損事故を防止する。過電圧検出リード線を、ブレーカーの2次側の中性層に接続し接続点から一時、側変圧器までの電圧を監視する。中性層 L1、または L2 系に125から 135V を、 検出すると0.5秒以内に遮断する。三極に阻止である。電動機の焦損保護機能を持つブレーカーである。全負荷電流の2.5から3倍の電動機始動電流、突入電流でトリップせず、過負荷電流での連続運転でトリップする。電磁界兵器を省略できる。高効率電動機などの特殊電動機を用いる場合、定格電流が 保護可能範囲であるかの確認が必要である。ジス C8201 から2から1、2011、低圧開閉装置及び制御装置第2一部、回路遮断機、配線用遮断機及びその他の遮断機による、強約寸法を持つブレーカー。ブレーカーはメーカーによって、外形寸法が異なるが、強約系ブレーカーは、同一寸法となっている。遮断は、 漏電による漏れ電流を検出し回路を自動的に遮断する機能を持つ遮断器であり、ほとんどの製品では過電流遮断機能もついている。内部構造は配線用遮断器と似ているが、漏電検出用に霊小変流器が組み込まれている。名板には定格感度電流、動作時間が表示されている。ブレーカーの容器の大きさ及び最大定格電流を表す。 例えば 30AF の場合は、構造上は最大 30A まで適用できる。原則として AF の値が大きくなるにつれて、容器寸法、遮断容量が増加するが、変圧器直下など、短絡容量は状況により大きく変化するため、遮断容量が高容量になっている、高性能品も存在する。ブレーカーの定格電流を表す。 例えば 20AT の場合は 20A が定格となる。また効果ではあるが、将来的な対応のためにアンペアフレームのサイズ内で、定格電流を可変できるタイプもある。1次側、上流側、2次側、下流側の遮断器との保護協調をとるため、トリップ時間の切り替えが可能なものもある。定格遮断容量は、指定の回路条件のもとで、規定の動作責務、O。 遮断動作から2分 CO、投入動作での短絡電流遮断試験で確認されたもの,の。開閉耐久性能は指定された開閉頻度で通電試験と無通電試験の反復からなる連続開閉試験で確認されたもの,の。自演員外し要素として、過電流でのジュール熱によるバイメタルの湾曲、瞬時引き外し要素として、 電磁石の可動鉄心が固定鉄心側に吸引されることを利用するもの。バイメタルの加熱湾曲自体が時延べ特性。小さい電流では長い時間、大きい電流では短い時間で動くことを持っている。内部にパイプがあり、その周りにコイルが巻かれている。パイプ内には可動鉄心、バネ、固定鉄心、シリコンオイルが入っている。過電流が流れると、 可動鉄心が固定鉄心に引き寄せられ磁気抵抗が減少し、作動鉄片を引き寄せる。これにより、トリップ機構が動作し回路が遮断される。シリコンオイルの粘性により、可動鉄心の動きに時延べ特性が与えられる。短絡のような電流が流れた場合は、作動鉄片が即座に引き寄せられてトリップする。電子回路によって、可電流検出、演算、制御。 引き外し指令が行われるもの配線用遮断器、漏電遮断器も含むの接続端子の使用方法を誤り正しい方法で試行しないと緩み抜け、加熱焼損などの重大事故に直結する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。